ちょっとやばいですね。現場を落としたら海の話じゃないかな。
参りまーす。お願いします。失礼します。失礼します。まあやっぱりプレッシャーかかりますけど、やっぱりそう、ね、余裕も感じならないと、いいプレーできないので、まあ、そういうところを心得て、自分こういう試合でもメイジじゃないですか。うんうん、それがもう、やった後さ、あ、そうかもしれない。あの時は初めてこの大岩ジャパンに来て、本当に初めての試合だったので、なんか相手どうこうよりも自分に結構フォーカスしたんですけど、その中で、まあ、結構ボールもサポーターも多くて、まあ、なんかプレッシャーのね、環境みたいなところですね、やっぱ